横尾忠則の不思議の国へようこそ。兵庫県にある横尾忠則現代美術館では、横尾作品の不思議にフォーカスした展覧会が開催中です。会場構成が面白くって、不思議の国のアリスと鏡の国のアリスのお話になぞらえた展示は、お話を読み進めるように進んでいきます。一つ目の部屋は不思議の国に飛び込むところからスタート。洞窟や海中世界に進んでいくのですが、作品も少しずつ下に配置されていたり、通路が狭くなっていくといった鑑賞を楽しむ工夫がされています。2つ目の部屋は鏡の向こうの世界へ。絵に鏡が貼られている作品や鏡文字が使われている作品を見ることができるよ。唯一現れるアリスがいるので見逃さないようにね。3つ目の部屋は夢の世界へ。横尾さんが見た夢を描いた43枚の作品が見られます。至る所に仕掛けや工夫があって謎解きみたいな展覧会でした。会期は12月24日まで。ぜひ行ってみてね。